神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。イスラエルを知らなければ神様のご計画ってわからない？そうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだ。エイコおばさんに相談してみよう。イスラエルのことなら私に任せて。エイコバさん、イスラエルを軸として聖書を見るとき、これまで見えなかった神様のご計画が明らかになります。その最後のピースにやっと気づいたタケちゃん、そこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです。お邪魔します。あ、たけちゃんいらっしゃい。こんにちは。えいこばさん久しぶり。いや、今日はみっちゃん来なかったのね。そうなの、今日はちょっと忙しくて来れなかったんだけど、また来たいって言ってたからね。あ、嬉しいわ。もういつでも連れてきて。よかったよかった。もういつもえいこばさんにイスラエルの面白い話聞かせてもらえるから、今日もね質問を持ってきたんだよね。嬉しいわ。私もおかげさまでだんだん若くなってきた。やっぱり若く見えるね。ありがとう。いや、今日の質問は何？今日は実は聖書を読んで気になったことを聞きに来たんだけど、聖書の中で岩から水が出てきたっていうところを読んで、これは本当にあり得ることなのかな。日本ではあんまり考えないし見たことないし、イスラエルでもそういうところには行ったかなと思いながら読んだんだよね。あれ？エンゲリに行かなかった？エンゲリ行ったかな。エンゲリ、うんうん、行ったでしょ。ダビデの滝見てきたでしょ、はいはい、あ、見てきた見てきた、ダビデの滝。ちょっとダビデの滝ちょっと見て。ダビデの滝、これ、うんうんうん、全部岩でしょ。うん、ここ行った行った。岩から水出てるじゃない。確かに言われてみれば岩から出てるし、周りも岩ばっかりのとこだったかな。やっぱりね、イスラエルの土地がわからないと、うん、余計にわからないんだけど、うん、日本だと今日たくさん雨降るでしょ、うんうんうん、そうするとそれはじわーっと土の中を通って300年ぐらいかけてやっと地下水に到着するのね。そしてたくさん雨降ると土砂崩れってあるでしょ、うんうんうん、それがイスラエルはね、ないの。へえ。イスラエルは石灰岩が土台で、うん、少しだけ土があるのね。だから雨が降ると石灰岩の間をこうちょろ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 ってね流れていって、そして石灰岩の中にはポケットがいくつもあるのね。まあ言えば鍾乳洞みたいなポケットがいくつもあるのね、うん、そこに水が溜まっていくの。へえ。そしてその鍾乳洞みたいな穴からこっちにつながっているのもあれば、向こうからこうつながってるのもあるんだけど、うん、そういうのがたくさん溜まったところから水がどって出てくると、ダビデの滝みたいな。土がこういっぱい層があるんじゃなくて、岩が土台、土台になって。じゃあ雨が降ってきたらそのポケットに水が溜まっていくっていうことなんです。流れていってる。だからダビデの滝はその後ろにポケットの水があって、ちょろりちょろりと流れて。
へえ、あ、そういうことなんだ。それ聖書のどこだっけ？で、聖書にね、出エジプト17章の6節、うん、読んでくれる？さあ、私はあそこのホレブの岩の上であなたの前に立とう。あなたがその岩を打つと岩から水が出る。民はそれを飲もう。そこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにしたって書いてあるでしょ、うんうんうん、でも神様があそこの岩のとこっていうのは、うん、岩にしか見えない、うんうんうん、ただの岩、うん、ただの岩なんだけど神様はその岩の後ろにポケットがあるのを知ってる。あ、そして、そこに行って、杖でトンって打てば、うんうん、神様がそのちょうど蓋をスポッと外すみたいな形で、うんうんうん、ドワーッと水が出てくるのね。あ、そういうことか。この時のイスラエルの民っていうのは200万人以上。200万人。それ200万人以上なのね、うんうんうん、それプラスたくさんの家畜がいるからちょろちょろってはダメなの、うんうん、なるほど。川のごとく流れてこないとみんなが飲めないっていう、うん、ですからものすごい奇跡、うん、いや200万人以上の人々と家畜が飲める水なんてねすごいよだと思うけどその人数も想像できないよね。ああもう中には、ね、神学者の中には300万人っていうぐらい大勢の人なのよね。じゃあ岩から水が出るって書いてあるのは日本ではあんまり考えられなかったけど、その岩でできてるイスラエルではあり得るっていうことなんだよね。あり得るっていうわけね。そういうことなんだ。もう一箇所ね、チンの荒野で、同じような奇跡が起こってるのね。この時に神様がモーセからすごいお叱りを受けるんだけど、うん、民数記20章、うん、民数記、うん、7節から11節までたけちゃん読んで、はい、主はモーセに告げて仰せられた。杖を取れ。あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し回収とその家畜に飲ませよ。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので回収もその家畜も飲んだ、うん、神様は岩のところに行って命令しなさいっておっしゃったのね、うんうん、だから岩よ水を出せで、それだけでもうドワーッと水が出る、うんうん、神様の御手はそこにあって今その穴の蓋を開けようとなさってる時だから、うんうんうん、岩よ水を出せって言ったら神様がひょいっとそれをしてザーッと水が出るようになっていたのね、うんうんうん、ところがもう腹を立てて、がっかりミリアムのことで悲しんでっていう中でモーセがすごく感情的になって、うん、そして、10節では逆らう者たちよさあ聞け。この岩から私たちはあなた方のために水を出さなければならないのかって言って杖でピンピンって二度叩いたのね、うんうんうん、そしたらなんかモーセがその力で岩を外して水が出てきた感じになるわけね。そうね、確かに、まあ、モーセがこう叩いたから水が出たんじゃないかって
見えるような感じはするもんね。そうでしょ。だから神様にすごくすごく叱られてるのよ。本当はもう1回とかじゃなくて命令するだけでよかったっていうことなんだね。だからあちょっと水出してって言ってもいいし、うんうん、水を出せって言ってもいいし、ただ言葉で言えばそれが起こるっていうのを腹立ててピンピンって叩いた、うんうん、それですごく叱られたのね。ここで12節と13節読んでくれる？はい、12節と13節。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。これがメリバの水、イスラエル人が主と争ったことによるもので、主がこれによってご自身を聖なるものとして示されたのである。はい、これは民の中で神様の栄光を表すことができたのね、うん、岩よ水を出せって言って、ただ言ったらドワーッと水が出てきた。それは神様がなさったとしか思えないでしょ、うん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 、それを感情に任せてそれをベンベンと叩いたので、民はみんなモーセが水を出したと思って、そういうことか、神様に栄光を与えなかったと言ってでお怒りになって、うん、その罰として約束の地に導き入れることはできないっていう、すっごい厳しいお叱りをいただいたのね。でせっかく出エジプトさせて、うんうん、約束の地に導こうとしていたので、うん、もう約束の地に入れないっていうのはとても悲しかったと思うわ。そうだね、やっぱりこれは神様がした奇跡には変わりない、変わりない、変わりないんだけれども、人々が見たらモーセがこう2回叩いたことで出たんじゃないかって見えてしまうっていうことなんだ。約束の地に入れなかったっていうのはあまりにも厳しいお叱りだったと思うんだけど、うんうん、新約聖書ではこの岩はイエス様だったって書かれてるから、1回目にバンと打ったのが、そして水が出てきた、これは十字架を通して生きる水が出てきたっていうことを表しているんだけど、2度目はお願いするだけ、命令するだけでいいっていう、そのことを神様がおっしゃってるのに、イエス様を二度叩いたことになる。なるほど。でだから新約聖書から見ると、うん、このお叱りちょっと厳しいなと思うんだけど、なるほどって思うのよね、うんうんうん、そっか、モーセは本当にこの神様をただ信じなきゃいけなかったっていう場面だっていうこと。それだけじゃなくて怒りに任せて神様の命令をすっかり忘れた。これは本当に大変なこと、まして岩がイエス様を表しているんですからね。じゃあイスラエルでさっき写真を見たけども、エンゲリのダビデの滝以外でもそういう岩から水が出てきてるとこってあるの？今もあるわよ。たけちゃんのツアーでは、うん、エリコに行かなかったと思うんだけど、うん、エリコにはエリアの泉っていうのが今もコンコンとは湧いてるの。やっぱり岩から湧いてるのね。それからギデオンの、うん、集まったところで、ハロデの泉で水を飲んだって書いてある、うんうん、あのハロデの泉も今もコンコンと水が湧いてるの。これも岩から出てるのね。 そしてエルサレムにはギホンの泉っていうのもすごい勢いで湧いてるわよ、うんうんうん、だから今も岩から水が湧くっていうことは、うん、あの土地では確実に
成就するっていうことがはっきり証明されてるんですね。じゃあそういう水が湧いてきているところの岩の後ろの方には水が溜まっている場所があるっていうことなんだ。そういうこと。水の溜まっているところが一箇所だけじゃなくってつながって他のところにもあって、うん、それがだん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 こう、うんうん、こっちに流れてくるっていうね、うん、そういう地形がイスラエルなの。そっか。いや、岩から水が出るって読んでも信じられないなとか本当かなって思うことがあったんだけど、イスラエルの土地ではそれが本当にありえるっていうことなんだね。聖書の世界っていうのは、うん、もう物語じゃないのね。これここに書かれてることは全部本当に起こってることなのね、うん、じゃあ他にもなんかたくさん信じられないようなことがあるなっていうこともあそこの場所だったらありえるっていうことたくさんあるんだ。たくさんあるんだよ。そうなんだね。面白いことだね。すごい。それから実はもう一つ今日は聞きたいことがあって、聖書、旧約聖書読んでてイスラエルの人たちが大きなブドウを2人で抱えて歩いたっていうのを読んだんだけど、そんなこともじゃあ同じようにありえる話なの？あれは民数記13章の出来事だわよね。民数記13章23節読んでくれる？彼らはエシュコルの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、それを二人が棒で担いだ。またいくらかのザクロやイチジクも切り取った。二人で一つの房を担ぐっていうのはよほどに大きいっていうことだね。そうだね。でもね、今はイスラエルの土地っていうのはもう18世紀19世紀に荒れ果ててしまったのね。だからもう栄養素が全然違うので、うんうん、昔みたいには大きくならないんだけれども、それでも気候がすごいのね。緑の世界と暑い砂漠の世界のちょうど中間になるのね。あ、そうだね。衛星写真で見るとそれがすごくはっきり見えるんだけど、検索してくれる？イスラエルの衛星写真なんか持ってないでしょ？すぐ見れるよ。こんな感じかな。あ、これ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 すごいでしょ、うんうん、これ緑がずーってあって、ここは砂漠でしょ。そうだね、砂漠の茶色、うんうんうん、この茶色のところは乾燥してて暑い空気があるところ。 そうなんだね、そしてこっちは緑の肥沃な土地、うんうんうん、その中間にこのエスコルの谷っていうのがあるのね。エシコルの谷っていうのが、そこでブドウがもう二人で担ぐようなっていうのところだったのよね。それぐらい肥沃な土地だったらこういうのも育つっていうことがあったんだ。ということなのよね。今日は、うん、まあブドウは見せられないんだけど、うんうんうん、私イスラエルに住んでた時、うん、このエシコルの谷に行ってきたの、うんうん、ちょうどブドウの時期で、うんうんうん、道端でたくさんブドウ売ってたので、うんうん、一房ちょっとこう買いましょうと思ってね、こう思ったらボーって重たくって50センチぐらい、だからね、あ、こんなに荒れ果てた後でもこんなに大きくなるんだって、うんうん、ね、すごい驚いたんだけど、まあ、それを見せてやりたいと思うんだけど、うん、まあ、できないから、うんうん、いや、相当大きいブドウなんだね。じゃあすっごい重たかったわよ。へ、それも あそこはね、うん、お水をまかなくていいの。へ、夜になると地中海から、うん、風が吹いてきて、うん、もう土がびっしょりと梅雨でね濡れるのね。すごい。そういう不思議な場所なんだけど、今日はブドウを見せるわけいかないでしょ、うんうんうん、だから
どんぐり見せてあげるね。イスラエルのどんぐり。イスラエルのね。でもどんぐりをね、うん、ちょっとこうここに並べて見せるね、うんうんうん、どんぐりを見ると、あ、イスラエルとはやっぱり違うっていうのが分かるからね。ほうほう、まずはこれは日本、うん、日本のどんぐり、うん、同じどんぐりなんだけど、そうね、これアメリカで育つとこれだけサイズが違うのね。大きいね。大きいでしょ、うん、でこれ種類が違うんだけど、これは日本のどんぐり、はいはい、よく見るやつね、うん、同じ種類なんだけど、アメリカで育つとやっぱり気候のせいで大きいでしょ、うん、だけどイスラエルで育つとこんなに違うのね、うん、こんなに大きいの。だからこの熱い砂漠の温度と肥沃な緑で、こんなに育つ。すごい、こんな大きいどんぐり見たことないよね。これは今でもこんな大きいのはなる。そりゃそう、これ今最近取ってきたもんだ。じゃあブドウも、まあ、今でも大きいって聞いたけど、もうほんと担ぐぐらいのがなってただろうってことなんだね。どういうことね。すごいねこれ。だから聖書に書かれてることは物語じゃなくって、うんうんうん、もう本当にその通りなんだっていうことがよくわかるでしょ。なるほどね。いや世界はやっぱ広いからね、日本では考えられないと思ってもこういうの育つ場所があるんだね。そうなのよ。いやすごいわ、今日も面白いことを教えてもらったわ。もう驚きの連続。驚きの連続いやイスラエルっていいでしょ。いやいいね、やっぱりイスラエルに行って聞きたいことも増えたしね。うん、イスラエルに行ってからよく来てくれるしね、嬉しい、うんうん、また来てちょうだいね。ぜひまた別の疑問持って質問持ってくるから。嬉しい、うん、じゃあママによろしくね。はい、じゃあまた来ます。それでは本日のおさらいをします。聖書の中で岩から水が出るというような物語のように思えることが、あの土地では本当に起こりうることだったのです。ブドウ一房を二人の人が担ぐということもありえないと思ったけれど、イスラエルでの自然条件ではありえることなのです。聖書を読んでいて私たちがイスラエルの土地や気候を知るとなお聖書がリアルに理解できるのですね。それでは皆様またお会いしましょう。シャロー。